皆様こんにちは7月29日の午後いかがお過ごしでしょうか現在ベトナムハノイでは ARF アジア地域フォーラムが開催されています7月28日これに出席したアメリカのヒラリー・クリントン国務長官は中国と周辺諸国が抱える領土紛争問題について言及中国側がこれに大きく反発するという展開を見せています 今なぜアメリカはこの問題をあえて取り上げようとするのかそのことがマーケットに対して持つ意味合いは何かイーシア代表原田武雄に聞きますヒラリー・クリントン国務長官は一体何を述べたのか具体的に教えてください。 今回の会議にアメリカを代表して出席しているヒラリー・クリントン国務長官はそのものとして明示的には言っていないんですけれども中国はです、ね、アジアの周辺諸国との間で抱えている領土問題というのがあるとこれに対してアメリカはです、ね、あくまでも中立的な立場であるけれどもその解決を望むというふうに言いましたでこの問題がです、ね、このアジア地域フォーラム ARF の場で言われたということで明らかにです、ね、いわゆる南沙諸島問題スプラトリー諸島問題というふうにも言いますけれども けれども、この問題を指しているだろうということで中国側が激しく怒ったという顛末が報じられつつあります。なぜ今、アメリカはこうした領土紛争を問題化しようとしているのでしょうか。 このです、ね、南沙諸島の問題、あるいはスプラトリー諸島の問題というのはあ第二次世界大戦がです、ねえー、終わるまでは問題ではなかったんですね。というのは、えー、この南沙諸島、あるいはスプラトリー諸島というのは、えー、当時です、ね、日本が統治していた台湾の一部であるというふうに国際的にも認知されていたからです。ところが、まあ、戦後です、ねえー、日本がその領有権を失ったというところで、えー、領土紛争のまあターゲットになってしまったわけですね。 属する島そのものというよりもこの島々がです、ねえー、囲っている海域があ、まあ、その地下にです、ね、大量の石油それからガスを持っているという資源問題であるという側面がまず一つにあると思いますですので、まあ、中国はです、ね、特にその南沙諸島の中で最も大きい太平洋島という島に、えー、中国人民解放軍をすでに進駐させていって、えー、事実上の実効支配を行っていて周辺諸国からです、ね、激しい非難を浴びているという現実がありますそれともう一つはです、ね、中国 が 東南アジアからです、ね、インド洋そして中近東、アフリカへとお、まあ、今後です、ね、中国経済の発展を支えるために絶対必要な資源を取りに行って帰ってくるまでの間です、ね、必ず通ら,通らなければならないそのルートの1つが、まあ、この南沙諸島の周辺の海域だという問題もあります。ですので、まあ、中国経済をです、ね、今後反映させるためにはこの海域を絶対抑える必要があるんですけれども逆にアメリカから言えばです、ね、この問題あるいはこの海域そのものについてです、ね、非常に 深い関与をすることによって、まあ中国の一つのですね、まあ生命線を握ることになる、あるいはですね、その、えー、まあ基数に関してですね、決定的な役割を果たすことになるという意味において、非常にですね、国家戦略上の意味合いというのがあるんだというふうに思います。で、まあ今ですね、中国との関係では、特にですね、アメリカは人民元の切り上げの問題を中心にですね、経済問題を大きく抱えてますので、まあそちらの方を動かすためのですね、一つの手コとして、領土問題、中国が嫌がる問題をあえて 取り上げているというふうに考えるのが一番妥当ではないかというふうに私たちとしては考えております今後の展望を教えてください。 まあ今後の展望としてはですね、まあただこの領有権の問題、えー、南沙諸島の問題というのは一朝一夕では片付かないというふうに思います。えー、当然中国側もですね、えー、まあこの問題は片付かないということをまあ前提にしながらですね対処してるんだろうなというふうに考えたほうがいいと思います。と申しますものは先ほど言ったですね、二、えー、つのまあ側面のうちですね、特に物流ですね、えー、まあ資源を運んでくるという観点ではね、ねこの南沙諸島を通らなくてもですね、えー、行けるルートをまあ中国は 思ってますというのは、南側にあるです、ねまあ、中国から見て、南側にあるミャンマーに海軍基地を持ってまして、えー、そこに向けてです、ね、インフラストラクチャーをどんどん整備してきたという実績があるからです。ですが、な、ま、ん、あ、といってもです、ね、資源は確保したいということなので、中国がこの南沙諸島について手放すということはありえないと思います。ですので、まあ、アメリカとの関係においてもです、ね、人民元の問題とか、それ以外の問題とのまあ駆け引きの中で、果たして中国はです、ねえー、この問題についても重大な決断を下すかということになってくるんだと思います。 まあ、アメリカとしても中国はこれで降りないということを前提にしながら、まあ、東南アジアの周辺の諸国の肩を持つようなふりをしつつです、ね、中国側にあえてです、ね、もう1つの大きな問題である人民元の問題について、えー、その切り上げを求めてですね、今年の秋を中心にしながら、えー、妥協を求めていくんじゃないかなというふうに考えます。というのは今年の9月に行われるです、ね、中国共産党の非常に大きな大会があるんですけども、その中で胡錦濤政権のです、ね、次を担うと考えられている習近平国家副首相 出席が主席が、まあ、軍事的なです、ね、意味合いで非常に大きなポストを取れるかどうかといういわば権力の前兆がこ、ねえー、今年の秋には決まるという非常に重大な局面を迎えていますのでそれをめがけてです、ね、アメリカ勢はこの問題でもです、ね、中国勢をです、ね、非常に、まああまあ、封じ込めていくかのような動きを示すことによってかえって、ねまあ、中国側に接近をして交渉していくということになっていくんじゃないかなというふうに考えておりますありがとうございました。 次回も新鮮な分析をお届けいたします。どうぞお楽しみに。